くお願いします。安倍総理、勝手に憲法の解釈を変えないでください。そうだ、日本国憲法そのままはいいんです。そうだ、私たちは子供たちを戦争には連れて行きたくありません。そうだよ、戦争に行かせたくありません。そうだ、本当に内閣だけでとか本当に勝手に変えないでください。日本国憲法は世界で一番進んでいる憲法だと思います。日本は素晴らしい憲法を持っている私たち、それを守っていくということは、日本人の私たちだけではなく世界中の人たちの未来を守るということだと思います。今ここで憲法を変えることを許してしまってはいけません。私も子供がいます。2歳です。もうそろそろ寝ている頃だと思います。彼があと十数年で大人になる時に、この国を世界に誇れる憲法を持っている国であり続けるってほしい、そう思って今私たちは活動しています。ぜひこの憲法を今変えないでください。守ってください。お願いします。憲法を勝手に変えるなんてことは絶対してほしくありません。日本国憲法は本当に世界に誇ることができる平和を守るための憲法だと思います。日本はその平和の憲法があるおかげで世界に貢献していると思います。それを国民を超えることを望んでないのに勝手に変えて、平和というものを日本が守っていかないよっていうふうに世界に発信してしまったら、世界で日本はじゃあどうやってあっちで、ね、どういうふうに思われるかっていうと、平和、せっかく平和を守るための憲法を持っていたのに自分からそれを捨てたと思われてしまうと思います。もう私たちは本当に子供を守るためにこの日本を、そして世界を平和にしていく義務があると思っています。だからこそ今のままの日本国憲法、平和の憲法を一人一人が絶対に守っていくぞっていう気持ちにならないといけないと思います。そういう人々の思いを無視して勝手に憲法を変えるのは絶対反対です。自分が生まれた時から幸せだったか平和だったかと言ったらそうじゃないかもしれませんが、今本当に憲法が改正されようとして戦争というものを起こそうとしているわけですよね、安倍総理。そしてその戦争することによって、戦争後に PTSD で精神的に本当に犠牲になって自殺された方もいらっしゃいます。そして一生その人の人生がめちゃめちゃになるわけですよね。そうだよ。そんなことはもう絶対にやめましょう。これから今少子化ですが、これから生まれてくる子供もいます。そんな子たちにこんな戦争が起きる国に絶対にしてはいけないと思います。なので本当に今生きている私たちが反対してこの日本の平和を守っていかないといけないと思います。なので皆さんで私たち本当にこの日本、世界が平和になるように
努力してみんなで勝ち取って平和を勝ち取っていきましょう。インディアンゴーチャー、平和の憲法を勝手に変えるな。日本人は安倍政権の11連休だ。だってバカだもん。みんなで